MBS っていう大阪の曲なんですけど、あの T バーっていうそのアプリで見れるらしいんですよ。試したら僕フランスだったんで見れなかったんですけど、最近ってその当たり前なんですか、その地方局の番組が日本中で見れるのって。なんかその、地方局の番組って普通その地方に住まなきゃいけないんですけど、なんかその日本中どこでもその見れるのであれば地方局とかあんま関係ないのかなと思って、ちょっと面白い仕組みなんじゃないかなと思ったんですけど、でも海外だと見れないですよね。なんかその別に日本中で見れるんだったら海外でも見れるようにしちゃって、広告収入をなんか世界中から取っちゃえばいいのにって思うんですけど、そういうわけにいかないですかね。なんかその権利許諾の関係とかで、まあ日本国内にしなきゃいけないっていうのはあるとは思うんですけど、まあでも別にその権利許諾全く関係ないんだったらいける気がするんですよね。その今回僕がほぼネットフリックスのコンテンツについて語るっていうのあったんですけど、なんかコンテンツによっては許諾が全然下りなくて、で、そのひたすら僕がどういうドラマがとかどういうドキュメンタリーか口頭で説明するってやつだったので、特になんか著作権がどうこうっていうのはないと思うので、世界中で見れるようにすればいいのにもったいないなと思ったりするんですけども。